はい、ハンマー家の本家のハンマー岩尾先生です。今回はね、こういう問題ですね。まず、これは何回も言ってるんですけれども、人間は話したり聞いたりすることはできない、まだ低いレベルの知能の生物なんですね。だから人間の上の生物、また団体からのはテレパシーで聞いてですね、相談しなければ人間の方、人間単体は単独では非常に頭は悪いんで、普通の動物園にいる動物とか野生にいる動物と同じなんですね。学校義務教育もカンニングして、テレパシーでカンニングして卒業しているだけで、誰も自分の頭だけで覚えて卒業できている人はいないんですね。私以外はね、上の生物、本物の貴族の私以外はね。で、それでね、人間と話さないといけないときは、人間団体に話さないといけないんで、ね、非常に手間がかかるわけですね。で、人間たちも忙しいから大勢で聞くことはできないんです、いつもね。で、また人間よりか頭のいい上の生物が宇宙にたくさんいますので、人間も それを聞いて、もう動くんですね、ある程度はね。で、今回はね、不動産の運営なんかでですね、これは例えば六本木ヒルズに私もちょっと物件があったんで買おうと思ったんですけど、また貸したりするのに物件にいいかなというようなことでね、勉強したことある、一昨年ぐらいですかね。で、それでまあ家賃収入ということでね、まあ他にもマンションとかですね、アパートを買ってですね、家賃収入っていうのはいいかなということでいろいろ勉強するんだけども、ただ私の場合はまあ他の人も全員同じなんだけども、どんなにいい物件を持っててもそこの中にね、借りてくれる人っていうのがね、そんな簡単じゃないんですよ。例えば、六本木ヒルズの、ね、中を半分ぐらい全部持ってたとして、私が持ってた場合ね、ただそのままだと私のとこだけ誰も借りてくれない。ちゃんと相手を見るんですね。で、借りても借りなくて困らないような運営方法を、例えば他にも経営者で何かやってたりとか、ね、経営者で自分たちのところで使うために、まあ、入ったら使えるようにするとかね、考えておけば、一般人々が、ね、入らないってことしないんですよ。で、そういう動きで社会的に大きい力を使ったりして、ね、いると、ね、即自分の持ってる物件は借りてくんないんですね。YouTube はもうそうですね。僕は年間3億円稼げてるんだけど、3億円か稼げないように、みんなアクセス拒否するわけですね。これもアパート系と同じなんですね。私に対して力関係でやってきます。で、今は大事な YouTube での投資情報なんで、タダで聞いてもらっちゃ困るんで、ちょうどいいわけですね。わかります？だから私の YouTube でこういうような話する内容を大勢聞いてもらって、タダで聞いてもらうのはちょっとね、お金取んないといけないからね、逆にアクセス拒否で3億円ねもらうよりかは、ね、アクセスない方が儲かるわけですね。そういうこともあるんで、ね、大事な内容、物件、場所ということで非常に YouTuber の、ね、録画、アップリングは得するわけですね。
で、本当は3億円入るわけですけどね。まあ、そんなふうに、ちょっと違いますけども、YouTuber の場合はね、物件というのはね、そういうふうにうまくやんないと人間たちの言いなりになってしまったりすると儲からないんですね。だから YouTuber だけ運営してて、私のようにいろいろな仕事でやってるっていうわけじゃないんで、だいたい YouTuber でよく売れてる人2億円とかね、年収って言っても、それで1本だとね、その会社だけだと、噂でもアクセスしないよって言ったらもうおしまいだから、何でも動くわけです、その人は。社会にね。だから、言うなればですね、役者とか芸人とかいうふうなもんですよね。だから地位が低いわけですね。いくら2億円でも地位低いんですね。それで稼いでもまたね、周りの言いなりにならないといけないから、自由な金でもないわけですね。平均的に、1人だけはいいとか、何人だけはいいとかいう場合も人々が考えてますからね。どう動くか分かりませんけども、お前死ねって言ったらちゃんと死ぬように表記されてます。ね。だから、何でもないけどね。そんなにひどいんですよ。だから、そういう関係でね、ちょっと大切なんで、よく人間たちに教えてね、その現実のことをよく知ってて、ね、運営するというのは大事なわけですね。私の場合何にもないけど、そういうこと知ってるんで全部策を作っております。ね、だから、本当は僕は世界一、パソコンの発明者でも、で、世界一の金持ちなんだけど、皆と違ってお金取って。